ラマ、映画、バラエティーなどでも活躍中の今注目のアイドルでございます。3歳から、3歳からすごい、3歳からもやってたの？そうですね、3歳からダンスはやってました。ほう、じゃあもう20年近くやってるってことだもんね。そうですね、一番長くやってるものですね、ダンスが。それは親御さんの影響とかなの？なんかやってみないとか、初めは親に連れてかれてやって、うん、で、はいはい、でそこからもう自分で楽しくて、う違う教室も通いたいっていうふうになって、はいはい、で気づいたら小学校の中学年ぐらいの時にはもう週5でダンスはやってました。そんなに、はい、じゃあぶっちゃけもジャニーズではもうかなり自信のある方でしょ、ダンスとか？そうですね、あの気持ち的にはやっぱり自分が一番だと思ってます。いいね、さすがさすが。ダンスに関してはやっぱりジャニーズで一番だってこれ譲らないんだよね。やっぱそれは自信あるんでしょうし、東山君にもこう堂々と自分で言うぐらいなんです。すげえ、そこがの強さはすごいブレないんだ。なるほど。知念君から見てこの人ダンス下手だなっていうジャニーズの人じゃない？いやいや、それ言えないじゃないですか。いるはいる、分かるよね。いや、まあそれはいるっちゃいるんだ。だって君から見たらいっぱい、まあ、みんな下手みたいなもんだもんね。そのだって一番上手いんだろ。僕の中でただみんな下手だよね。みんな攻めてくんだろ。逆はすごいこの人プロから見ても上手いなみたいな。嵐の小野くんは、はい、小野くんは上手い、はい、他も全員下手だ。その言い方